はエリーゼのためにを解説していこうと思いまっちゃ。皆さん知ってますか？エリーゼのためにはベートーベンが作曲しました。今回ベートーベンが作曲した曲の解説っていうよりも曲の背景を知った上で音楽的な解説ではなくてテクニック的な解説をしていこうかなと思いまっちゃ。はい、というわけでまず第一に曲の背景としてはエリーゼのためにという曲があるんですけども、実はこれある人に向かって書いたんではないかなみたいな感じで言われてます。ベートーベンは生涯独身だったんですが、ドックンドックン恋をしてたんじゃないかなみたいなことは言われててね。でエリーゼさんに送ったエリーゼのためにと呼ばれてたんですけども、本当はエリーゼさんっていうのは調べた結果いなくてテレーゼさんだったんじゃないかって言われてます。その字が汚かったんですよ、ベートーベンも。まあ俺と同じで、ベートーベンも結構ね字が汚かったらしくて、シャ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 って書いたらシャって書いたらエリーゼのためにって読まれたんじゃないかって言われてます。はい、そんな恋のような曲みたいなことな、いろんな説があるので、まあぜひ面白いので調べてみてください。ではまあそのさておき、まあいろんな諸説があるのでね、これは一部の意見なんで、そこまで深く考えずお願いしまっちゃう。じゃあテクニック解説の前にエリーゼの曲について僕に対する思いを言わせていただきまっちゃう。まず僕が思ったのはこの曲を聴いて、まず簡単じゃんとか思ってました。でも実はこのチャラチャラチャラララララの中にもしかしたら結構いろんな思い出が混ざってたんじゃないかなと思います。ベートーベンのなんか恋なの、いやでもこれはいいのみたいな感じでいろんなことを多分思ってたと思います。音楽家って悩めるんですよ。現代の音楽家も結構悩んでる方が多いです。まあそれはさておき、この曲におすすめなのは結構初心者でもやりやすい曲かなと思ってます。初心者の方がピアノを習い始めた方がまず自分の目標にする一曲にしてもいいんじゃないかなと思います。ピアノを習い始めてあの曲が弾きたいのあの曲になるような有名曲なので、発表会とかでよく弾かれます。ですので、まあ、ぜひ聴いてみてこの曲いいなと思ったら弾くことを目標に始めてみるのもいいかもしれません。では曲の難しいさについて星5つの段階で言わせていただきますと、星2つこれは何がそんなに難しいのっていうと、簡単な曲なので音が少ないんです。弾きやすいのは弾きやすいんですけども、一個一個の音が目立ってしまうので、あなたがどう弾いてるのかっていうのはダイレクトに伝わってきます。だからまあいろんな思いを一音一音込めて弾いてみてください。では弾き方について解説をしていきまっちゃ。ではちょっと軽く弾いてみますね。この中でメロディってどっちですか？メロディ、こっちです。じゃあこの左手のこういう動きは伴奏です。だったらこういうことが許されるんです。これは和音で弾いてもおかしくないです。それをバラバラにしただけだから、こうなってます。
これは和音がばらけただけ。ほら、こういうことです。ではこっちはどちらかというと、はい、支えますよみたいな感じの人です。で、これはどちらかというと主役の方です。だからその方に添えるように弾いてみましょう。ってことは、右手の音が自分の耳に聞こえてくるか、そして左手の音がちゃんと支えてあげられるかっていうのを気をつけて弾いてみてください。で、テクニック的ポイントで、ここね、よくありがちな例はこうなる人が多いです。僕はフォルテが弾いたら、例えば少しもうちょっと回転したら上手になるよっていう例のちょっとね惜しい例を紹介します。こうやってね、なんかそのこの時にアクセントをギュンって弾いちゃう人がいるんですけど、これをこれだね。こうやってね、スワーサーサーって言って、ナミ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 って弾いてあげてください。ギャンってやめ、ダメですよ、やめてくださいね。で、ティテティテ、この時にミレミレミシレドラか、ミレミレミシレドラではなくて、ミレミレミシレドラなので、こう弾かないでくださいね。ミレミレミシレドラ、これはダメです。自分で歌いながら、ミレミレミシレドラ、ミレミレミシレドラ、こういう感じで弾いてみてください。弾いてみてください。では、次のポイントいきます。ここら辺ね。ここら辺は右手がまた主役です。これも。こういうことなんですよ。左手は伴奏が、ここをこうやって弾かないでください。こうなっちゃうと伴奏がどちらかというとあーあーあーって出てきてしまうので、ここの時にと右手がしっかり聞こえるように確認しながらやってみてください。このポイントとしてはゆっくりやりましょう。左手だけ弾いてみてたりとかするのもいいですよ。この時にデコボコなるよ。こうなっちゃダメですよ。ダメ。こうやってね、しっかりとしっかりデコボコしないようにゆっくり片手でやってみてください。では次からは、まあ、あとまたミレミレミシレドだって戻ってきます。で、その後ここよくやりがちなのが、これ同じ音が出てくるじゃないですか。それを楽しくなってこういう人が多いです。こうやって弾いてるような人が結構多いので、そこはしっかり気をつけてください。右手が主役、右手の音が聞こえるように、左手はあくまで打楽器、こうやって打楽器のように弾かないでください。トントコトントコトントコみたいな感じで弾かないでくださいね。これで、その音がこういう音になります。まあちょっと音が多かったこういうね、フレーズになってるので、ダメな例やってみますよ、先に。
はピアノを弾くときに右手と左手のバランスを考えながら弾いてみてください。で、最後こんな感じでまた戻ってきます。これアルペジオって言うんですよ、こういう時は。こうやって上がっていったり降りていったりとかすることをアルペジオって言うんですけども、この練習はずつフレーズで弾いてみてください。ここでフレーズで弾いてみてください。今日はね、こんな感じでエリーゼのためにのピアノを弾くためのテクニック的な解説をしました。まあもっと本当にね、深掘りしたらまだまだめちゃくちゃ言いたいことがあるんですけども、まあ、YouTube ではこんな感じでね、軽くみんなにね、知ってもらえるような感じの解説をね、してみました。ここまで見てくれてありがとうございました。みんなぜひともゆっくり練習してみてください。それでは、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。